劇作家で芥川賞作家の藤十郎さんを父に持つ俳優、大鶴佐助さん。すでに多くの舞台経験がある期待の若手俳優です。藤十郎さんがリレーセンさんとの間に設けたイボ系に大鶴義丹さんがいますが、ここでは大鶴佐助さんの母に注目。また、趣味のダイビングや共演者の安田翔太さん、顔立ちが似ていると評判の黒木春さんにも迫ります。目次、大鶴佐助の母は、大鶴佐助の趣味はダイビングとカポエーラ、大鶴佐助が舞台で安田翔太と共演。大鶴佐助と黒木春は似ている。大鶴佐助の母は、大鶴佐助さんは1993年11月14日、藤十郎さんがリレーセンさんとの離婚後に再婚した妻、萩原美和子さんを母として誕生しました。出身は東京都です。2021年現在は NFB に所属しており、身長は174センチメートル。両親は1989年に結婚したことが分かっていますが、母、萩原美和子さんに関する情報は出ておらず、詳しいことは不明です。一般女性とも思われますが、何らかの形で演劇に携わっていた女性かもしれません。大鶴佐助さんは12歳の時に藤十郎さんが原作、脚本、出演を務めた映画、ガラスの使徒で俳優デビュー。進路を決める際には、幼少時から親しんでいた映画や舞台の世界に進みたいと思ったそうです。以降は、霧島、部活やめるってよ、神様の言う通り、ゆとりですが何か、などの映画やドラマに出演。舞台デビューは2013年、日大芸術学部演劇科在学中に抜擢された、盲導犬、でした。同作は藤十郎さんの脚本と蜷川幸雄さんの演出によって1973年に初演された名作。親子二代の付き合いとなった蜷川幸雄さんは、作品に新しい風を吹き込んでほしいと期待。とりわけ2018年以降は、三島由紀夫の小説を原作とした、北条の海をはじめ、マン・イーストマン、枝肉など立て続けに舞台出演をこなす活躍ぶりです。今、演劇界で人気急上昇の若手俳優と言っていいでしょう。これまでは観客として行く場所だった劇場が演じる場所に変わって嬉しいと話す大鶴佐助さん。舞台に立つことが楽しくて仕方がないようですね。大鶴佐助の趣味はダイビングとカポエーラ。父、藤十郎さんのように、劇作も書き溜めているという大鶴佐助さん。すでに完成済みの短編戯曲も数作あるようです。演劇青年の顔を持つ一方で金管楽器のユーフォニアムを特技とし、趣味はダイビングとカポエーラなのだそう。カポエーラは音楽、ダンス、武術を融合させたブラジルの伝統芸。イボ系、大鶴義丹さんと同じく多彩なところはやはり DNA でしょうか。ダイビングというと、舞台、ジュリエット通りで共演した関ジャニ∞の安田翔太さんと共通の趣味。もしかしたら共演をきっかけに、9歳年下の大鶴佐助さんが安田さんの影響を受けてダイビングに興味を持つようになったのかもしれませんね。安田翔太さんはレスキューダイバーのライセンスも取得しており、ダイブマスターを目指すなど、趣味のレベルを超えた本格的な取り組み方のようです。大鶴佐助が舞台で安田翔太と共演。安田翔太さん主演による2014年の舞台、ジュリエット通りは、文化村25周年を記念した作品でした。岩松亮さんの書き下ろしによる新作であり、出演者は風間守夫さん、高岡早紀さん、関ジャニ∞ほか豪華な顔ぶれ。大鶴佐助さんは安田翔太さん扮する主人公、太一の友人、トモを演じていました。セレブ御用達の高級娼婦の館で働く普通の主婦たちの姿とともに、ロミオとジュリエットを思わせる純愛を描いた作品です。
ベテラン俳優やルーツの違う俳優との共演はとても勉強になると語る大鶴佐助さん。そこから得た財産を大好きな唐組のベニテント公演に生かしたいのだそうです。劇作家としての父を敬愛するとともに、藤十郎作品を愛してやまないのが伝わってきますね。根っからの演劇好きなようです。大鶴佐助と黒木春は似ている。ここ最近ネット上に、大鶴佐助さんは黒木春さんに似ているという声がよく上がっています。色白で、どこか中性的な雰囲気がある大鶴佐助さん。画像を見比べてみると、確かによく似ています。もちろん二人は兄弟ではなく、他人の空似です。ちなみに、姉は1991年生まれの大鶴美里音、ミニョン、さん。母は萩原美和子さんです。美里音さんは2014年のジャガーの目で主演を務めたイボ系の大鶴義丹さんと共演しています。2020年春には渡辺謙さんが主演を務めるピサロが待機中の大鶴佐助さん。いずれは父藤十郎さんのように劇団を主催してテント公演も行いたいと夢は広がります。唐組の象徴であるベニテント公演を次世代に継承するのは大鶴佐助さんかもしれませんね。